吉田友派遣動画チャンネルの吉田友です。ここは茨城県の大洗町です。フェリーが発着をするところですが、漁業でも有名な町です。この漁業の町ですが、この岸壁のこれは中ですが、この岸壁にたくさんの船が打ち付けられた状態です。ちょっと少しアップをしてみたいと思います。向こうもこれは岸壁の上に車ではない自動車が、この漁船が打ち上げられた状態です。その横も積み重なった形で漁船が打ち上げられてますし、こちらも大きな漁船がこの横倒しになって岸壁の上に乗り上がってますので、キールをぶつけてますので、この使い物にはなかなかならないんじゃないでしょうか。こうした光景を今ご案内をさせてます。この近くにはこの大きな海産物の工場があったり、あるいはこの販売センターなどがありますが、そうしたところも大きな打撃を受けているところです。漁業関係者の皆さん方の復興をぜひ祈りたいと思いますし、こうしたところに支援が必要だと思ってます。今日は茨城県の大洗町に来ております。終わります。